ご視聴ありがとうございます。今回は、日本電機の、情報処理事業から生まれた、PC98 誕生までの、道のりをご紹介させていただきます。いよいよ、PC98 シリーズを生み出すことになる、電算部隊が動き出す。しかし、この事業部が、後に国民機とも言われる98シリーズを、この時からすぐに想像できたわけではなかったんだ。パーソナルコンピューターとは、果たして、何なのか。これまでの仕事の流儀から、踏み出すことができず、答えを求め、悪戦苦闘の模索の中。そんな時、海の向こうのアメリカでは、コンピューター業界に、大きな変革を起こす、出来事が起きていた。81年初頭、NEC のパーソナルコンピュータ事業の、将来を決定する、御前会議が開催され。その後、日本電機グループは、3つの柱を据え、パーソナルコンピュータ事業に、取り組むことになるんだ。一つは、子会社の新日本電機が担う、家庭用の8ビットの低価格マシン。二つ目が、コンピューターの専門部隊である、情報処理事業が、新たに取り組む、16ビットの事務用コンピューター。そして三つ目が、これまでこの分野を切り開いてきた、デバイス事業が、両社の中間的な機種を、従来の製品の延長上に展開していくこと。この新体制の発足と同時に、情報処理事業に所属し、後に、初代 PC98 の、生みの親となる、浜田さんは、パーソナルコンピューターとは、果たして、何なのか。との、問いへの答えを携え、日本電機のパーソナルコンピューターを、育ててきた、渡辺さんと向かい合うことになるんだ。トップの示した方向づけに基づき、コンピューター部隊では、二つの開発計画が進行しつつあり、この二つの流れを整理するため、情報処理企画室の、浜田さんを中心に、これまで、この分野を切り開いてきた、渡辺さんを加えて、ビジネス用パーソナルコンピューターの、検討プロジェクトが組織されたんだ。しかし、情報部隊から、二つのプランを示された、渡辺は、改めて、上司の大内の下した決断を、呪ったのである。こんなものが、パーソナルコンピューターとして、受け入れられるわけがない。と、新機種の概要を示した、レジュメをざっと目で追い、彼は即座に、そう判断した。情報処理部隊の、レジュメによると、第一計画は、端末担当チームによる、インテリジェント端末の、低価格マシンだという。かつて、N6300 と名付けられ、日本電機で、初めてマイクロプロセッサーマシンを、生み出したこのチームは、それを一層高機能化し、同時に低価格化した、後継機の開発を、進めていたんだ。16ビットのマイクロコンピューターには、インテルの86が搭載され、OS は、BTOS と名付けられた専用のものを用意し、従来の製品よりも、小型化と、低価格化を推し進め、パーソナル化を実現し、オフィスの作業効率を、一層高めることができるという。さらに、大型コンピューターで、主に事務処理に使われてきた、COBOL に加え、表計算ソフトも、簡易言語として用意しており、パーソナルコンピューターで広く、普及している、ベーシックも利用できるように、考慮されているという。このチームは、こうした仕様に基づき、すでに開発を始めていた、端末の後継機を、情報処理事業の、パーソナルコンピューターの候補として、推してきたのである。一方、かつて浜田が、推進役となり、立ち上げたオフィスコンピューターチームからは、これも、自らの領域のマシンを、より一層小型化と、低価格化させるというプランを、提案してきたのである。あらかじめ、様々なアプリケーションを、メーカー側が用意し、製品の販売にあたるディーラーが、ユーザーの細かな注文に応じて、ソフトウェアを、あつらえるという、手取り足取りの遊戯で市場を、開拓してきた、従来の流れに沿い、このマシンでは、これまで積み重ねてきた、プログラム資産を売り物にしようと、考えていたんだ。CPU には、日本電機オリジナルの、MIUCOM1600 を採用し、従来、日本電機のオフコンのために、書き溜められてきた、ソフトウェアをそのまま使えるようにする。さらに、パーソナルコンピューターの流れに、対応するため、従来の言語に加え、ベーシックの利用にも道を開く。オフィスコンピューターチームも、従来のマシンをさらに小型化し、机に乗せたものをパーソナルコンピューターと、呼ぼうと考えていたのである。今まで、法人向けに発売してきた、端末の高機能版と、オフコンの小型版という、情報部隊が示した、この二つの、パーソナルコンピューターのイメージに、渡辺和也は、深く沈み込むような、疲労と、違和感を覚えていた。確かに、この二つのマシンは、共に16ビットの CPU を、採用し、小型で、低価格な、高機能なマシンではある。だが、この電算のプランは、パーソナルコンピューターを、パーソナルコンピューターたらしめている、革新を見落としている。個人用コンピューターを取り巻く、空気の基調は、あくまで、強制である。他社の存在を、敵とするよりも、むしろ頼みとし、他社の力を押し潰すよりも、それを引き出し、味方につける。そう、その方向に、舵を取り得た者こそ、この世界では、生き残ることができる。8001の開発にあたり、自社開発したベーシックを、捨ててまで、マイクロソフトに乗り換えるという、決断をしたのも、これが、業界の標準を、示つつあるとの、判断からである。
技術情報を可能な限り公開し、サードパーティーによる関連製品の開発を促していく、オープンアーキテクチャーこそパーソナルコンピューターの魂である、と渡辺は信じていた。もしも渡辺が確固たる開発力を備えるコンピューターの専門部隊であれば、当然全ての要素を自ら用意しようとしただろう。しかし十分な予算も開発力も持たないデバイス事業の片隅でパーソナルコンピューターの卵を育てることになり、これを大きく育てようとするには他力によるほかなかったのである。そう、オープンアーキテクチャを選択したことは、その意味では怪我の功名としての一面でもあり、渡辺たちはパーソナルコンピューターを支える精神の核を模索しながら掴み取り、8001を育て上げてきたのだ。確かに高機能で低価格なコンピューターは競争力を持った製品ではある。だが一方はあくまで端末であり、もう一方はあくまでオフコンなのだ。これはパーソナルコンピューターにはなっていない。少なくとも私の知っているパーソナルコンピューターではない。渡辺はそう口を切り、こんな製品を PC シリーズの上位機種として受け入れるわけにはいかないと情報処理部隊の前でそう断言したのである。16ビットマシンは本人をターゲットとした情報処理部隊が担うと、トップが顔を揃えた会議でそう大枠が定められて以来、渡辺の中で熱をはらみながら鬱積してきた思いに、あくまでこれまでの仕事の遊戯から踏み出そうとしない電算部隊に怒りを覚えたのだ。8ビットからスタートしたパーソナルコンピューターが早晩16ビット化することは誰の目にも明らか。その技術の明日をトップの決定は渡辺たちから奪おうとしている。だがこれでは未来を奪われるのは我々にとどまらない。口の渇きが舌をこわばらせるのを意識しながら、渡辺は内心でそうつぶやいていた。これが新たな16ビットマシンとなるのなら、日本電機の PC シリーズに明日はない。渡辺が炎のような言葉を投げた瞬間、室内の空気はゼラチンを溶かすようにこわばり始めていた。このいずれかを PC シリーズの上位機種として製品化したとしても、とても売れるとは思えないと、渡辺は重苦しい空気を切り裂くようにそう宣言したのである。では、あなたの言うパーソナルコンピューターとは何なのでしょう。どうすればあなたの考えるパソコンになるのです。そう切り返した浜田に、渡辺は16ビット機の備えるべき条件を一つ一つ数え始めた。まず第一にベーシック、これに関しては従来採用してきたものと互換性を持つマイクロソフトの商品を採用する。しかしこの言語が使えるというだけでは十分ではない。同じベーシックといっても開発主体が異なればそれぞれに差異がある。同じマイクロソフトのプログラムでも異なるマシンに搭載された場合には、メーカーの注文に応じて機能が拡張されている。そのためカスタマイズされたプログラムを他の機種で動かそうとすると、そこが引っかかり動かなくなる。そこで新しいマシンでは PC8001 と上位機種のベーシックに互換性を持つマイクロソフトのものを採用し、そうすることで従来のユーザーやサードパーティーが書き溜めてきたソフトをそのまま資産として利用できる。第二に、ディスプレイやプリンター、フロッピーディスクドライブなどの周辺機器もこれまで PC シリーズで使われてきたものをそのまま採用する。そのためには新16ビット機では全ての構成要素をセットにした商品構成は取らず、本体は本体、その他の周辺機器は周辺機器と製品をバラバラにしたコンポーネント形式で臨む。そしてこの機器の接続用コネクターには従来通りのものを採用し、これまでユーザーが使用していた製品をそのまま活用できるようにする。第3に、これまで補助記憶装置として利用されてきたカセットテープレコーダーも接続できるように考慮し、第4に、拡張用スロットの使用を公開し、サードパーティーによる増設ボードの開発を促す。要するに、これまでの8ビットマシンの延長路線の製品を作れということなのか。と、渡辺の列挙する条件を走り書きしながら、浜田はそう考えていた。そう、オフィスコンピューターの小型化をさらに推し進め、これをビジネス用、パーソナルコンピューターと位置づけ用、という提案には、かつてオフコン開発の中心メンバーである浜田自身が深く関わっていたのである。彼らには、コンピューターの本家としての自負があり、慢性的な赤字に苦しめられていた事業に突破口を切り開いてきたとの自信もあった。それゆえ、オフィスコンピューターの相模会に新しい市場が開かれるのなら、自分たちが今まで切り開いてきた製品から、一層小型化したマシンをぶつけてみよう。と、ごくごく自然にそう考えたのである。しかし、ここまで独力で市場を切り開き、パーソナルコンピューター文化の旗手として、第一線で戦い続けてきた渡辺和也は、
8ビットの延長、そして、オープンアーキテクチャーこそが、新16ビット機の必須条件である。と、強く指摘してきた。では、どうするのか。あくまで、従来路線の延長以上に、新16ビットマシンを置いていくのか。それとも、パーソナルコンピューターが、そうしたものであるというのなら、彼の主張を受け入れ、思い切った方向転換で、打って出てみるのか。そう、これまでパーソナルコンピューターを、軌道に乗せようと、独力で奮闘してきた、その人物の明日を奪い取ることへの、無意識の拒否反応が、PC-8001 の延長路線という、選択肢を、浜田の脳裏から追いやっていたのだ。だが、渡辺和也本人が、8001を継承する、16ビットマシンを、望むというのなら、彼らが切り開いてきた道を、あえて避ける必要は、ないのかもしれない。しかし、共に、オープンアーキテクチャへの、転換を迫られる立場の、端末チームは、我々は、規定の方針通りの方向性で、勝負する。と、結論を、出していたのである。81年7月、端末事業部は、開発を進めてきた、インテリジェント端末の新機種を、N5200 と名付け、発表したのである。だが、パーソナルコンピューターを、名乗る代わり、このマシンでは、パーソナルターミナルと、銘打たれての登場となった。インテルの86を採用したこの商品は、一体型の筐体に、容量 1MB の、8インチドライブ2台が標準で組み込まれ、OS には、日本電機オリジナルの、PTOS を採用し、画面表示を高速化するため、日本電機のオリジナルの、GDC と名付けられた、専用 LSI を、初めて採用。価格は、RAM 48GB の、標準構成で、798,000円と、従来の、N6300 の半額以下に、設定されたのである。そして、出荷開始は、12月を予定しており、3年間に、3万台の販売を見込むという。しかし、端末部隊が、我が道を選び、小型コンピューターの開発作業を、進めてゆく中。一方の、浜田のチームは、なおも、パーソナルコンピューターへの答えを、迷い続けていた。パーソナルコンピューターとは、果たして、何なのか。その答えを求めて、情報処理部隊が、ゴリム中の、迷路に迷い込んでいる頃、海の向こうのアメリカでは、コンピューター業界に、変革を起こす出来事が起きていた。1981年8月12日、あの業界の巨人、IBM が、パーソナルコンピューター市場に、乗り出してきたのである。その製品の名は、IBM パーソナルコンピューター。そう、このパソコンこそ、その後、世界中に普及し、デファクトスタンダードとなる、PC 互換機の、ルーツとも言えるマシンなのだ。そして、浜田を驚かせたのは、その巨人の作り出したマシンは、情報部隊が提案した、クローズ型のコンピューターではなく、オープンアーキテクチャーを採用した、そう、渡辺和也の注文を、そのまま受け入れたようなマシンだったのである。今回はここまで。いよいよ、巨人 IBM が、パーソナルコンピューター市場を、凌駕しようと動き出す。しかし、この PC の誕生は、これまで業界を独占し続けてきた、巨人に終わりを告げ、新たな覇者を生み出すきっかけを作ることに。そして、日本電機は、この黒船にいかに対抗するのか。そう、いよいよ、あのマシンが開発される。次回は、業界に変革を起こすことになる、IBM PC の、誕生物語をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。